どうも、大好きゴルフです。お願いします。お願いします。はい、前回の続きですね。はい。2ホールまたやっていこうと思います。お願いします。OK、6番ホール。はい。572。長いね。長い。長い。まあ、ここはバーディー、まあ、取れたら取りたいなぐらい。ほんまに。スプーン持ってます。スプーンね。うん。これ理由としてはね、奥突き抜けちゃうんですよ。だから、ほんまに右の林ぐらい狙わんと、うん、ちょっと無事な。なるほどね。無事からもう1打目はもう安牌に行かせてもらいます。はい、スプーンで。スプーンでね。でほんまもう正面狙い、カート道ちょい左ぐらいを狙います。はい、ワンアンダー今。あ、現在ワンアンダーね。いいね。いいね。いい感じよ。完璧です。完璧？はい。言った通り。ちょっと今のどこ当たったか分からんかったけど。え？まあ死んではないです。あ、死んじゃなかったんや。死んではない。でもまあまっすぐ行ってくれました。よかったよかった。まっすぐ行ったら何でもいいからな。そうよ。そうね。みんな死に当てようとしすぎ。それ絶対あると思うね。うん。死に当てようとするの。あるかも、確かに。死になんか当たんのほんまプロだけやで。いや、まあもちろんアマチュアの方でも、その死に当たる人はいるよ、もう絶対。うん、ただやっぱりミスして、ミスするスポーツなんで、絶対に。うん。芯に当てることにとらわれすぎない方がいいと思うよ。うん。だからしっかり、芯に外しても、多少まっすぐ行ってくれるような練習とか、芯に当てるに、こう、追求しやんでいい。うん。そんな後々の話やから。うん。ボール当てるためにスイングするんじゃなくて、スイングして、ボールに当たるよ、みたいな。うん。感覚がちょっと欲しいね。なるほどね。うん。もうみんなそこに行き着かへんから、うん。イメージを強くしていかなあかんから、ゴルフって。で、その後に動きやから。なるほどね。そう。特にコース来たらね。だから打ちっぱなしでフルスイングの練習しない方がいいよ。ああ、なるほど。極力言うとね。だからそういう、その辺もちょっとね、こう、いろいろ喋っていけたらいいんやけど、うん、まあ、かといっても難しいよね。僕もフルスイングでたまにするんで、絶対に練習をね。うん、何なんだろう。コーヒー。コーヒー。コーヒー。はい。セカンド来ました。はい。ロングホールのセカンドね。でも2択やね。8番、ごめん、6番ぐらい、180ヤードぐらい、残り300ぐらいなんやけど、うん、6番アイアンで、右側のフェアウェイ打つか、うん、スプーンでちょっと左目行ってもいいかなぐらいで打つか、まあ、どっちかかなって悩みどころですよね。まあ、でもちょっとスプーン行こうかな。スプーン。うん。左セーフやし、左広いから、木旗狙ってドローしたらいいかなぐらいで、行かせてもらいます。はい。どこ行った？フェアウェイとフェアウェイの間行っちゃった。一番前。綺麗に綺麗に前行っちゃった。うるさいくしゃみやね。響き渡るやろ。響き渡る。なんか嫌な言い方。もう一番なんか嫌なとこ行ったわ。フェアウェイとフェアウェイの間っていう。ああ。やっちまったな。俺ラフとかあんま気にしたことないけど、あのセカンドとか。いや、なんかな、ここのコースはグリーン周りのラフが、うん、もうすごい嫌。ああ、そう。まあ、こういうラフはいいねんけど、全然。あ、まあ、グリーン周りはな、ちょっとしんどい。グリーン周り、めっちゃしんどい。皆さん、最低でも、日本は持っていきましょうね。最低でもやで。これが、遅いか早いか繋がるか。そう。で、あと、メッチ袋ね。忘れちゃったけど。うん。うん、73。73? こういうラフはいけるよ。こういうのはな。うん。さあ、これどうしようか。まあ、普通に打つかな。ちょっとあんまこう、加速系じゃなくて、ボーンと行きたいね。ちょっと、つま先下がり？ちょっとね。ごめんなさい、52で行きます。うん。52でちょっと短く持って、ボワーンって感じで行きたいな。これも練習しなあかんよ。うん。だからこう、もうこれぐらいで打つ感じイメージ。っていうのを練習してます、僕は。だから52で70ヤード。打ちっぱなしで？打ちっぱなしでしてください、練習ね。激強。激強。最低。58やったな。間違えた？だいぶ間違えたな。こういうとこですよ。なあ。頑張り下手。もうロングホール全部ミスってるわ。なあ。ロングで取れてないな。なあ。ロングで取ってない今日。取ってないかも。ふふわ、ひど。ひどいわ。一番取らなあかんとかよ。なあ。見てあれ。
えぐ。へったくそ。上の段。はい。また下り。ほんま下り多いな、今日。ね。下りにつけたらあかんねんけどな。あかんん言うてんのにな。これ、しんどいな。これきついな。これやもんな、落ちたの。それか。もともとでかいよな。スピン効かなかったよ。あ、ポンって。スピン効かんように打ったからな。チビ？これどっち曲がんねやろ。15歩ぐらいかな。15歩ね。ここは俺フックやと思うねんな、ここまで。ここまでフックやと思うねん。そっからスライスってこと？んやと思うねんけどな。スネーク？か、逃げる。逃げそうじゃないけど、曲がらなさそうな感じでもある。全体的にフックで読みます。で超下りやから、めっちゃ合わせる。やりすぎた？ああ。一番残したか。どこ残ったね。最低。最低。最低です。これちょっと嫌なパットやな。嫌すぎやろ、これ。でも、まあ、フックってのは分かったから、うん、まあ、そんなにかな。右縁。おぉ。入れた。危ない。危ない。今日危ないパー多いな。多いな。まあでもパーやからね。まあね。なんとか。なんとかね。なんとかパーでした。え、まだワンアンダーやんな。はい、現在ワンアンダー。うわぁ、いいね。いやぁ、でも、ちょっと危ないパーばっかりやな。もっとこう、ススッと行きたいんやけどな。ススッとね。うん。しかもロング終わっちゃったしな、もう。セカンドビタビタつけるか、パター入るか。うん。じゃないとバーディーは取れないね。なるほどね。下手やなぁ、マジで。3打目がマジで下手やわ。ああ、3打目な。3打目がほんまに下手。ほんま1回ミスったらパーも危うなるよな。ね。それがまずいよな、ゴルフ。もうあのパターはしゃあないかな。下りやったし。うん、今日早いっていうのも多分頭にあるから、うん、打てなかったね。まあ、せやわな。ショートパットのコツ後でやるか。ここの、ここのグリーン上で。うん。皆さん最後まで見てってください。最後まで。最後まで見てってちょうだい。いい話聞けるよと。いい話聞くよ。ショートパット。ああいうショートパット。成功率上げる方法。うん。最後まで見て。ここのグリーンでやるから。はい。2ホール目ですね。はい。7番ホール。7番ホール。375。ここはみんな左行きます。左。左行きます。もう左はもう落ちます。OB ってこと？ OB まで行くのが少ないねんけど、うん、もう出すだけみたいになるから、あ、できれば右がいいかな。だからローンされへんように。ああ。自分ね。ああ、いいね、いいね。いいね。見てる人しか、マジわからんけどな。わからんな。だチーピンとかこう、ね、僕、ドローヒッターやから。ドローヒッターやから、左立って、チーピンだけ専用にしたいね。そうやな。で、チーピンしたくないときは、T を左。T を低くします。ああ。いつもよりちょっとね。ちょっとでいいよ。そんながっつりしなくていいから。だからスイング変えんでも、球の高さとか、まあ、グリップ、アドレス、ボールの位置とかでも全然変わるんで、そんなんで変えてった方がいいかな。うん。もうスイング変えようとしたら無理よ。ろくなこと起きへん。確かに。うん。オッケー、ちょっと打ってみようか。はい。気持ち短く持って。完璧。完璧？ちょうどちょっと低い球で行きました。見えへんかった。あの、黄色い旗に入ってると思う。嘘？うん。そのレベル？ってぐらい。はい。出た。木の T。折れてません。素晴らしい。出たってなんなの？もう出たみたいな。やめてくれ。こいつうるさいわ、みたいな。大事やから。大事やな。面白いコメント来てるかな？あ、いいやん。これ。いきます。はい。大好きゴルフのコメントを読んでみよう。はい。OK。いきます。はい。ドライバーもうちょい振った方が逆に安定しそう。はいはい。なるほどね。どうなんやろうね。俺は結構振ってるつもりなんやけどね。自分の中では。あ、結構しっかりめ。もう8割、9割ぐらいで振ってるつもりやから。うん。これ以上振ったらもうすごくなっちゃいそう。逆にな。うん。あ、やっぱ振ってないように見えるんかな。見えるんかな。うん。実は結構振ってます、自分の中では。うん。たまにね、前の動画でも、ほんまに飛んでるみたいなこと言われるけど。うん。まあ飛んでると思います。あの表示通り。うん。もちろん打ち下ろしとかはあるけど。うん。だから俺的にはもっと振った方が安定はしないかな。ああ、いや。もう自分の中で振ってるから。うん。からもうこれ以上は振りませんって感じですかね。なんかコメントでもさ、この体型で、この細さで、
300なんて飛ぶわけがないんで、コメントもあったやん。あるね。あんなんなんで言うんやろな。わかんない。実際飛んでるわけやんか。まあね。俺そこは別にごまかせへんで言うけど。うん。そんななんか、250しか飛んでないのに280飛びましたみたいな。うん。書いてないよ。だって230の時230で書いてるから。うん。そう見えるんじゃない？見えるんかな。うん。いいねんけど全然俺は。俺に言ってくれんやったら全然いい。うん。なるほどね。俺にやったらなんぼでも言ってっちゅう話よ。うわ、左行ってるわ。お前、書いてないや。しっ。まあまあ、でもいいとこですよ。うん。はい、セカンド来ました。はい。左サイド行ってたね。うん。まあいいでしょう。上り入れて130。130。ピンまでね。つま先上がりです、これも。うん。だから、ピッチングでドロー。で、ピッチングで僕135ぐらい飛ぶんで、これ奥つけたくないんで、ちょっと短く持って、ドローかかればいいかなぐらいで、打っていきます。なるほどね。こういうのを考えないといけない。うふわ、うわ。乗ったな、乗った。いや、乗ってないと思う。あ、乗ってない。あの例のラフやは絶対。あ、もうぜ、いや。いや、ちょっと噛んだな。アンダー途切れる？いや、行ってみんとわからんな。ちょっと落ちたっぽいんはラフやねんな。あ、乗ってない？なんか乗ってそうな感じするけどね。いや、乗ってたら嬉しいな。いやー、下手やな。だから考えすぎても、やっぱ打つ寸前もやっぱ考えたらあかんな。うん。あ、ちょっとなんかこうこうって考えちゃうと、ミスったな。ちょある？あー、ピーってしといて。ピーってしといて。ピーって。ええとこ見せられへんな。あ、でも乗ってるな。乗ってんちゃう？ギリ乗ってないぐらいか。エッジかな。まあまあまあ。悔しいね。悔しい。だが、嬉しい。それでいいやろ。ちょっと俺覚えやったわ。グリーン到着しました。いい。ラフに入ってんちゃうかって見たら入ってませんでした。ギリやね。よかった。これだいぶちゃうよな。いや、全然ちゃうよ、マジで。あ、でもこれやったらまだいけるかな。ここぐらいなってたってことやから。あ、これやったらいけたな。まあでも、あれに越したことないよ。そうやな。オッケー。オッケー。バーディー。まあ、パットですね。うん。もう、これはパターでいいと思う、さすがに。うん。ここはもう気にせんでいいかな。じゃあ、バーディーパット、上り。はい。スライス。行ってみようかな。これは入れたいね、ちょっと。あ、入れたい。入れたい。で、多分、そんなスライスせんねんな。いけ、いけ、いけ、弱い分切れたな。な。な。パパ。で、こういう、さっきのやつね。うん。こういうのは、入れたいと思ったら、テイクバック。要は、上げんのをちっちゃくして、ちょっとこっち大きめの感じで、打ってあげたら、フェースブレにくいから。入れやすいよね。こういう下り。面がずれるってことは、こっちが大きい。ああ、なるほど、ね。で、緩めてファッファッとか、なるから、俺のおすすめ、これ。なるほどね。みんなやってみて。やってみよう、うん、はい、というわけで2ホール終わりました。現在1アンダー続いてるね。続いてるね。まああんまこう変動してないけど、うん、まあまあいいゴルフじゃないですか。確かに。はい、というわけで次回の2ホールもお楽しみにしておいてください。ラスト2ホールかな。次でそう、まあどうなるか楽しみにしてください。で、僕レッスンしてます、尼崎の方で。気になる方はインスタと TikTok のDM で連絡ください。対応しますんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけでですね。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価。よろしくお願いします。よし。それでは。よいしょ。